め切り追われて溜まってく領収書考慮後はみんなで。私石倉三郎さんがね、本当にこの現場は間違いないんだよって言ってたらおじいさんが、わしなんか80年待っとるってでよく見たらその人藤原鎌足さんだったと。鎌足町だったってか。そう、鎌地。鎌地。鎌地。あ、始まってるということで。あ、こんなことしてたんで多分始まりの合図はい、関西ウォーカー TV ですね。はい、なんと今日は21時からということで、はい、過去一番遅いスタート。大幅に遅れました。すみません。もともと21時だって大丈夫です。あ、そうですか。はい。はいはい、それで最初ちょっと宣伝していいですか。あ、もうしましょう。宣伝の世の中です、これからは。これから先週火曜日に出ました、はい、関西ウォーカー。あ、見たことある。この表紙のところに、街って楽しいってなるんですけど、ここに、松尾さんが街を歩いてる写真が。ここに、ね、アンさんこんなにでかくて、僕はこれですけど。アンさん切り抜きですか。あ、切り抜き、はい、私は切り抜きです、はい、こっちはちょっとドンと、まあ、これ、はい、でかいけど切り抜きです。今日はちょっとそういうことで街の話をさせていただきたいと思っています。お願いします、街の話。あとですね、はい、ちょっとすいません、いろいろありまして、はい、今日ね、発売盛りだくさんです。今日発売なるまたアンちゃん、はい、ファミリーウォーカーっていうのが今日出ました。ファミウォー家族向けと言いますか、ね、はい、小さいお子さんがいる人は遊びに行くのにこれを、そうですね、なんか行く場所困りますもんね。もうお子様お断りとかいうなんかね活動やながったりね。どんな活動やがったり、浅草の方にあるんですけどね。アホちゃうか、子供がわーわー言うと活動の奥深さが味わえない。あ、そうかもしれませんね。あとの蕎麦屋でも子供お断りとかね、ありますよね。三軒茶屋の中華料理屋でもお子様お断りとかね。多いですね。多いですよね。こんなことしてるからこの国はね、先細っていくんや。ということで、こっちは木曜日になります。木曜日。より抜きウォーカーシリーズっていうのを作ってます。よりウォー。よりウォーはね。よりウォーみたいな。よりウォーみたいな。それ何コインですか、それ。ワンコイン500円で。一発目は焼肉。あら、そうですね。ワンコイン焼肉。ワンコイン焼肉はワンコインじゃない。雑誌がワンコイン。雑誌がワンコインです。これが、趣味く売れましたら、他のジャンルも出していて。ここにスイーツ王がいますけど、あ、スイーツレポーター。スイーツ、あ、本当マジのスイーツレポーター有名な人です。あ、そうなんですか。わ、なんか本当に一ちった人がおるな。そうなんですか。スイーツレポーターの千尋さん、ベタですよ。千尋さんはこっちカメラの方に、あ、あちら。千尋さんは名字が千尋ですか、下が千尋、名前が千尋。あ、なるほど、岩崎千尋みたいな。そうですね。いいですね。ということでですね、あんまり宣伝ばっかりで、またですね、すこれ今連載しています、水曜どうでしょう、藤村忠久さんっていう方と、僕は松尾さんと初めてお会いしたときに、同じく初めてお会いした、はい、読売テレビのダウンタウンデラックスとか、ガリゲルをやってる西田二郎さん、はい、3年ぐらい前ですかね。もう、いや、そんな前になりますかね。4年前かな、2010年ぐらいでしょうね。あ、そうでしたっけかね。そうですね。ツイートビート大阪っていうので、はい、赤荘、赤荘大阪、赤坂サカスではなく、赤荘でありました。元のバナナボールですね。懐かしい、懐かしい。篠原友恵さんも一緒でしたよね。篠原もいましたね。あの時、読売テレビ初のニュース、多分最初で最後のニュースになっちゃってるんですよね。司会が変わったヒロミアさん、ミヤネ屋のまさに。その時はまだミヤネ屋ではなかったんですね、彼女はね。あ、違いましたね。森若さんで、森若さん産休入って川田さんだったんですね。でもその時スプーンを曲げまくったっていう。そうなんです、腕力強いですよ。あれから、あれ担当してた人がね、一瞬ちょっと違う部署に行ってましたけど、あらら、最近でもね、戻ってきて、もうかなり SNS も OK らしいですよ。あ、そうですか。テレビもだいぶ変わってきましたから。なるほど、率先してやってますもんね。また SNS のニュース番組でね、最後に、じゃあ Twitter 見てみましょうかってやってますもんね。
えらい様変わりです。そうですね。で、まあ、その2人であのテレビバカということになって、なんでテレビバカっていうふうに言ってたかというとですね、うん、あのチャンネルはそのままっていう佐々木紀子さんの漫画がありまして、はい、まあ、明らかに北海道テレビと思われるテレビ局が舞台で、明らかに藤村さんと思われる人が出てきて、この人がバカ枠だと。ああ、バカ枠、バカ枠、就職の時に、うん、あの本来は通らないんだけど、何かするかもしれないっていう人を一人取っとこうと。ああ、なるほどね。何ですか、どこの放送局でもあるんですか、それは。多分ないと思います。そうですよね。昔だったらあったかもわかりませんね。でも意外に何か大変な時に、はい、その人がすごい力を発揮して救ってくれるみたいな、はい、あ、まあ、落語で言うと与太郎のおかげでみんなが大儲けしてしまうみたいな。なんか、頭のいい人が普通にやってもあんまり面白くないん で、 そうです、ね、というところが、まあ、西田さんも藤村さんもかなり規格外なんで。いやいや、そうですよ。テレビバカ、バカ、まあ、いい話ですね。ということで、これはあの、はい、ちょっと西村さんの分がないんですけど、須田さんと、はい、あの僕だけないの。あ、そうです。あの、また、また、いや、もう、あのね、お金持ってる人にはね、あげないの。公共の奥さん。あ、ちょっと、ちょっと、それ、一部撮ってください。あ、よか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 。その雑誌を一つ。はい。はい、あ、さっきこれは、これが西村さんと。西林さん。あ、西村さん、西林さんの、はい。はい。ここに書いてます。編集長です。松尾隆、はい、須田康成、西林、これ、初崎と言います。初崎です。初崎。共同編集。はい。25時、創刊号でございます。これ出たばっかりじゃないですか。出たばっかりなんですよ。期間でも3ヶ月に1回出ます。西林さんがもうなんかお金の使い道に困った。あのね。これお大事遊びですか。いや、じゃあ、お大事遊びです。いや、本当はこれ、あの、こういう理想をね、大人の遊び方みたいなものを、うん、なんかこう、情緒豊かに、バーでパラパラめくるような雑誌は作れないものかと。長年温めていらっしゃって、はい、すごいあの、ね、楽しい人たちがいっぱい出てますよね。ですがこれ本屋で売ってないです。本屋で売ってないの。なんか、はい、内容が過激すぎて売れない。いや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 そうじゃないんですよ。流通してないだけなんです。そうなんです。その25時というのは意味があるんですよね。25時はね、まあ、今日でもない明日でもないっていうね、まあ、子供はあんまりこの時間は売ってないっていう時間で、うん、その時間ならではの話とか、はい、ネタとか、はい、そういうの、そこから何か生まれてくる世界もあるのではないかな、うん、そうなんですね、いうようなことを求めればいいかな。直行さんとかにもありそうなのね。ああ、直行も登場予定ですね。25時といえば直行さん。これはまあそうですね、最初の特集はこれ舞台が跳ねたらというのでね、はい、であの、まあ、ちょっと中身をお見せするわけにはいかないんですけど、あの、まあ、なんか一方有名俳優の方のですね、インタビューですね。お前は言えませんが、はい、はい、まあ、秀吉さんじゃないですか。そうですね。あの、もうすぐ特捜最前線の最後のテーマを歌うというね。彼の最近そうですね、もう本当にあのいろいろで、まあ、とにかく大人におすすめの世界観がいろいろとこういうような感じですね。ということで、だいたい宣伝タイムは終わりましたよね。はい、そうですね。はい、すみません、あの、また西林さんにお送りしますので。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これまたあのお送りしたということは、ぜひ、はい、ぜひ、はい、なんかちょっとした時に、はい、テレビバカ。これもあの、これから俳句の会をやるっていう人は、もうこれを髪の毛に。テレビバカ、ほにゃらら、ほにゃらら、たんだららというね。ちなみにあの、はい、バッチも作っちゃいました。あら。このなんか振り書きがいいですよね、これ。これちなみにうちの編集部の島田さんという女性が書きました。あ、これ書道2段だそうです。いや、写真撮ってるの。潜在写真。どうですか、どうですか。これ放送されてるんですか。放送されてる。ここに置かせていただきます。ということで、あの、おおむね終わりましてですね。おおむね終わった。ここから今メインだった。やることはもう終わったみたいな。あと、これから残りかすですか。ここからの本題にですね。本題、これから本題。ということで、あの、まず、まだ実は、はい、紹介をしてなかったので、誰喋ってるおっさんさん、誰やねん。宣伝宣言。じゃあ、まずは、先ほどから25時のね、編集さん、西林さんに。あ、はい、あの、はじめまして、西林と申します。本業は編集者というよりは、メインは本業は一応コピーライターということにさせてもらってるんですが、まあ、いろいろこう面白いことがあれば、はい、あ、ちょっとちょっかい出しながら、ちょっかい出す、今回もこのリル、
の1階が松尾さんのお店、はい、2階が諏訪さんのサバの湯サバの湯温泉、はいはい、で3階が私 の, その事務広告の事務所に、はい、こうヒエラルキーになってます。ピラミッドの頂点に、いやいや頂点に違うコースね。というのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ハイサワーの T シャツ着てる人は、はい、あれだけハイサワー着てる。2階の主ですね。2階の主です。サバの湯温泉という。そうです。あの須田康成と申します。まあコメディをですね変えたり評論したりとかもしてきたんですけど、今2階サバの湯温泉、大阪福島ですね。で東京世田谷にサバの湯というですねイベント酒場をやりまして、まあ両方となんかイベントをやったりですね。あの常連さんと世間話とか飲んだりしてます、うん、皆さんも遊びに来てください。よろしくお願いします。共同ですね。共同ですね、はい、故郷の郷に道と書いて、そうね、共同です、はい、素晴らしい町です。素晴らしいですよ、ね、今日の2階で桂海志さんが独演会をなさってね、はい、今もう終わって打ち上げに入ってるんですよ、はいはい、それでなんでハイサワー来てるんですか。これね、ですねあのハイサワーの、はい、田中秀子社長っていう人いるんですけど、ハイサワー社ってね、あの大きな会社じゃないんですよ、うん、あの目黒の武蔵小山っていう下町っぽい場所の下町っぽい会社なんですけど、うんうん、その社長がめちゃくちゃ美人なんですよね。はい、何を独り占めしてるんですか。いや、独り占めしてないですあの、で結構ね、あの共同町の人で、うん、あの田中社長に惚れ込んで、はい、みんな応援しようって、ね、で、まあ、T シャツ送ってきてくれてね、ひょっとしたら、はい、ここのつまり2階のサバの湯温泉でハイサワー飲めるんですか。なんで知ってるんですか。いやこんなついたら絶対そんな気がするじゃないですか。いや実はですね、あのハイサワーって関東だけなんですよ。ああ目黒にあるから、あそれがあのハイサワー缶というレモンチューハイが作られて、うん、なんとあのシチリアのレモン 30% シチリア、なんか言いますよね、シチリアのレモンって。そうなんですよ、シチリア、シチリアにはイタリアス農家があるみたいな感じですね。ロッドファーですね。ロッドファーですね。イーグローですね。あの、素朴な質問なんですけど、酎ハイとどう違うんですか。ハイサワーね。ハイサワー。あの、まあシチリアのレモンを使ってつまり、まあ、なかなかハイになるようなまあ、サワーな感じの30% 入ってる。あ、それは結構多くないですか、それ。これ秋バテしなくていいですね、もね。秋バテありますからね、夏の疲れが秋に出る、そういう時にこの酸っぱいの飲んでね元気を出していただこうと。あれなんですよ、この福島万博です、うん、ね、まあ、ファンに当ても飲めますかね、わかんないけど、あ、ファンに当ても置くかもしれません、ね、もう店長次第なんです、ね、飲めるかもしれないっていう状態です、ね、今向こうでカレー作ってます。2階のサバの湯温泉で、いわゆる列島の西で、はい、あの初めてですね、あのハイサワー缶を置き始めたっていう、西日本初のハイサワー取り扱い店、すごい、ありがとうございます。ほら、これ気になるぞ。本当に西日本初なんですか。本当初なんです。うわ、すごいなこれ。あの宅急便で送っていただいて、まだ流通通さずに置いてますから。すごい、宅急便で送ってます。素晴らしい、ありがとうございます。そんなようなね。ということで、はい、あの病院から抜け出してきた、はい、そうそう、もう情緒不安定で、すみません。いや、単に3件目というの。あ、そうなんですよ。あの金曜日に、鼠径ヘルニアの手術をしまして、で、あの、まあ、ここ隠れてますけど、これぐらいの傷口がありましてですね、回復手術を僕生まれて初めてたんですよ。で、2泊して日曜日の朝にも退院しまして。麻酔が切れたんでちょっと痛いんですか。で、まあ、痛み止め飲みながら、今日3軒はしごしたんですね。はい。そば屋とバー2軒。あ、でもお酒は飲んでないですよ。あの、そば湯、炭酸水、炭酸水ですからね。そういう状態でマーキングをして、今福島界隈を見て歩いたという。まあ今日の横演習。横演習になりますね。福島の街を愛するはいいです。そうですね。もう今日このユーストリームのために何かネタをしてる。あの松尾さんはでももともと関西ですよね。そうですね。あの神戸の三宮の、ちょっと北側にね生田神社っていうのがあるんですよ。ありますね。その境内の脇ぐらいで生まれてます。マジですか。はい。境内の脇ってなんかアステゴみたいな。じゃないですからね。すごい街っ子ですよね。
そうですね、はい、あんまりなんかあの寂しいところで暮らしたことはないですね。人恋しいですね。はい、人がいっぱいいないともう不安ないということで、あ、僕もあの挨拶します。あ、そうですね。朝日館の編集長やってます、玉木と申します。玉木さんです。パンジャのオープニングの日にも来ていただいてありがとうございます。あのうちの家族も連れて皆さんで召し上がっていただきました。ありがとうございます。ということでですね、今日はここにね、ありますけど、サバヌユさんとはどういった団体なんですか。団体なんですか、これ宗教法人。あんまりこうやってるの見たことないですよ、ね、それを、まあ、うん、あのとにかくこの人の体の中には全部笑いが詰まってるんですね、はい、であのコメディっていうのは何かって言ったら愛なんですね、はい、なので、まあ、とにかくあのいろいろと人と人とつなげるようなことを なぜか自然とできてしまうというね、不思議な人で、あ、そうですね、であのもともとはその例えば放送作家として台本書いたり、あとコメディの脚本を書いたり、あるいはプロデュースをしたり、ブレーンになったり、コントを書いたり、あとモンティパイソンの研究をしたり、モンティパイソンの解説の本を書いたり、モンティパイソン大全というもう老作がありますけど、モンティパイソン関連の本が日本語で出ているとなったら、この人が関わってないものはあまりないですね。出た時に買いましょう。ああ、そうですか。ありがとうございます。もう名著でございます。名著です。老作でございます。日本のコメディ界がこの本を参考にしてないはずがないんでございますね。でそういうものの、まあ、要となってまして、であのパイソンピクチャーとかね、いろいろ向こうの人たちとその権利関係のこととかも人望が厚いのでパイプも持っていらっしゃると。でやっぱりそのモンティパイソンというのはどういう存在かというと、あの、まあ、コメディ界における、まあ、ロックでいうビートルズみたいなもので、今のコメディはその大元は全て網羅しているのはモンティパイソンじゃないかというふうにも言われてるんですけど、でそれに関して一番お詳しいというかオーソリティというか、まあ、そういうでもあの権威であることを絶対に、拒絶なさる方なんで、まあ、こういう風体なんで、そうですね。ハイサワーティッシュ。ハイサワーティッシュ。この人が、まあ、とにかくあの例えば東北の石巻の人たちと一緒になんかもう、サバ缶、木の屋石巻水産というところがあって、そこのサバ缶を使って共同の町おこしをしようって、それは もちろん震災よりずっと前なんですけど、そういうふうにやってきて、つながりができているところに例えばああいう大きな災害が起きたら、津波で流された缶詰、みんなラベルも何もない泥だらけになって汚れてるものを東京にみんな運んできて、でこの須田さんの周りの人たちがみんな洗ってですね、で中身も何かわからないようなものもいっぱいあるんですけど、一つ300円なりで売るような感じ でその復興のためのあるいは工場の復旧のための支援をするとか、そういうことがね自然とこの人を中心に広がって、で今は希望の缶詰という絵本も出されて、それも支援に使わせていただいてたり、今奈良でね、あの原画展が図書館で図書情報館でやってますね、はい、原画展やったりいろいろトークショーなさったりとかしてるんですけど、でそういうような中で、ね、自然といろんなことを人と人とつなげて盛り上げていくっていう才能が、あのこちらの西林さんとまた違う形でいろいろ人と人とつなげて盛り上げていくと、西林さんもね、あの実は映画のプロデューサーもなさってまして、ね、そうなんですか、あの能登の花嫁という映画、はい、で能登の大地震震災があった後にその復興を、ね、震災復興を描いた映画があるんですけど、それのなんですか、中心的なプロデューサーとして大活躍をして映画を成立させたというね、で泉ピン子さんと通貫の中になってしまった。ありがとうございます、はい、それだけで尊敬に値しますね。一回ね、びっくりしたんですよ。僕に電話かかってきてね、あのピン子さんとシャワーを浴びてって言うから、おー、そんな髪型ダメやなって言ったら、僕の聞き間違いで、あのピン子さんと死者を見て、映画の死者を見たって言うの。僕は滑舌が悪いですよね。シャワー浴びてって、おい、えらい関係になってもらうかな。まあ、そんなこともあって。共同のサバヌユが、サバヌユって名前ができたのは何年前なんですか。ね、4年半前ですかね。はい、4年半前に。あ、サバ読んでますけどね。サバ読んでます。うまい。実は4年生。4年生かけて。はい。ぶちゃくちゃ細かく動いて。もうそれは最初からそういう場としてサバヌユって名前つけられたんですか。そうですね。あの共同って、まあ、結構ロミアの方にいまして、ね、なんか福島に出てるんですけど、うん、あの個人の店をね、
応援を14年ぐらいやってる、うんうん、あのチェーン店が、うんまあ、こう札束でこういう感じで駅前にガーッと進出するじゃないですかはいはい、はい、そうするとどこの駅降りても同じような風景でしょ。ありますね。でも共同はそれで個人店が自分の思い入れで自分たちのドラマで、うん、人生でそのつまり店主の人生がそこにあって、でそれで盛り上がってそのままずっと頑張って、で地元の人たちもそういうところを開業する感じで、成立しているお店がいっぱいあって、うん、そのおかげで街の雰囲気が夜もすごくいいんですよね。あ、そうですね。ちょっと福島っぽいですね。似てます、まあ、この辺り似てます、うんうんうん、やっぱり福島はね、うん、ご夫婦でやってる店とか、うん、多いですよね、家族でやってるとか、うん、そんな感じで、で、あの大阪のここにね作られたの去年、去年の1月ぐらいですかね。1月ぐらいですね。プロもみんな一緒で、はい、あの3人でこのビルを面白くしようという話になります。結構ね、おととしぐらいに聞いてましたね。そうなんです。おととしぐらいに聞いてましたね。3社であの古い小さなビルを借りて、なんかシェアしませんかってなことをね。飲み屋のね、夢物語で。でまあ、そんな都合のいい物件があるわけないやんか。ありました。持ってこられるんです、この方は。ここもっと蕎麦屋さんでしたっけ。そうです。清八蕎麦、清いに八と書いて、あの瀬野和夫さんが入り浸ってたという。ステッカーだらけでした。瀬野村の。瀬野村。たまに人間国宝というのを貼ってありましたけど、剥がすの大変やってるから。そうしますね。いや、だから、うちがね、サバの、この、福島のサバガイを取材するときとかもなんかいろいろ固まらない状況で取材しましたもんね。まだここか海のものともね山のものとも知れない状況でどうなるかわからないまま写真撮影に来たり、ありがとうございます。いやここまで来ましたね。そうですね、1年半で、ね、もう1周年も過ぎ、やっぱり大阪はね、ま、あの須田さんが東京と大阪両方見てるじゃないですか。そうすると大阪はまたね、放送作家の東野博明さんというね、大阪の巨匠がいましてね、東野さんがもう上こういろいろコーディネートしプロデュースして、アイデアの人脈もね、うん、ありますからね。それでまた大阪をまたこう転がしてくださってるんで、やっぱ人と人とのつながりみたいなものが、ね、いずれ自然とこうやって熟成していく感じがあるんですよね。やっぱりサマブリューいろいろやられてますけど、まあ、やっぱり一つ落語が大きいですよね。あ、そうですね、共同の、でもね、あれなんですよ、共同のサマブリューの落語会は松尾さんが国会でした。僕が今日いやいや、共同の東京の共同のサマブリューの最初に落語会やったのは一番最初僕がやったんですよ。僕の後に春風亭流行さんが出てやったんですけど、その二人会が最初だった。僕もあの上で、松尾さんの、はい、ラモ落語、中島ラモさん。ああ、ありましたね。ラモさんに昔書いてもらった神も仏もあるまじろうをね思い出せなかったんで朗読したっていう剣台置いて、膝隠し置いてで iPad 置いてこうやって読みながらだったんですけど膝隠さないと iPad 隠さない iPad 隠さないから。僕がまた体重が、ね、100キロ超えてますので3桁なんで、うん、座るのが苦手で、あ横 の、 こうビデオテープが積んであるのを崩してしまったっていう、はい、落語やってる最中にガラガラガラ落ちたあれが落語です言うてあったんですよね。あ、なるほど、アドリブで落ちました。いや、それで、まあ、そういう形で活動されてきてますけども、まあ、ある意味定着した部分もあると思いますし、まあ、パンデの方もどんどん新メニューできたりですけども、どうですか、もうね、秋も涼しくなってきて、これからまたいろいろやっていこうみたいなことが、そうですね、まあ、ゆるゆるですよね。ゆるゆるですね。多分この3人でビルやろうとか、いろんなことやってるんですけど、雑誌やろうとか、雑誌やろうとか、雑誌やりましたね、もうすぐ、まあ、この機関誌みたいなもんですからね、このビルの、そうですね、このビルの機関誌みたいなみんななんか飲んだ勢いが多いんですよね。そうですね。だいたいだから夜1時ぐらいに、そうそう、だいたいね、前頭葉が緩くなってきて遠慮がなくなった頃に、こんなことやろうよって言ったらね、あ、いいねいいねってみんな、あの否定系の人がいないですから、みんな肯定系の人たちばっかりなんで、とポジティブに言ってる間に掛け算になって成立してしまうという、有言実行ならの主言実行。あ、主言実行、いいですね。主言実行、うまいですねって褒め合ってる気持ち悪いよ、おっさんさん。いや、だからまあ、そういう感じでね、いろんなイベントとかやっていけばいいなって。イベントって、例えばトークイベントとか、昔だったらね、
二十何年前だったら、あのキー局の深夜でこんなんやったらなみたいなあたりが実際できてしまったりとか、今はちょっとそういうの難しいんですけど、ただイベントとしてだったらできますし、で、まあ、こういう染まった人ですとか、だからそういうところにね、まあ、夢を見ていきたいなっていうのも、ね、そうですね、テレビ局の関係者の方々が結構そのもうメジャーなというか、中枢でやってるプロデューサーとか作家の方たちがこの坂の湯温泉でトークショーをやったりイベントがあったら普通にお客さんで見に来てたりっていうね、これが面白いです。やっぱりあ、なるほど、いろいろマスコミの中で最前線でいる人たちもこういうところで何かやりたかったな、あ、これええなって思うようなことをに触れようとして、あるいは出そうとして来てくれてるっていうね、そこのメディアとしてここの何の変哲もないただの和室ですよ、本棚があって缶詰積んであるところなんですけど、まあそれだけですからね、うん、そこがそのメディアになってるのが面白いですね。まだまだ数来れてないんですけど、まあ、3回4回かかってほぼ 100% 長田先生と一緒になるんですよ落語作家の長田貞夫先生よくお越しいただいてお忙しいのにね、奥様もね、熊沢茜さん同じくらい落語作家の作家もね、すごいですよね、本当にお客で来られてますよね、長田先生、ありがたいですね、うん、どこでどう情報を仕入れられるのか、うん、で、あの寄せピの日高さんとかねですね、うん、ありがたいことで、うん、結構終わってから打ち上げがあるのがいいですよね。そのままダラダラとね。そうですね。で、上に居づらくなったらここ降りてきてカレー食べに行ったりとか。まあ、でも、ここまた集まりやすいっていうのはあるんですよね。うん。でも、環状線の福島駅から歩いて5分ないぐらいでしょうかね。うん。スキップしたらもう4分ぐらいで来る。で、あと、東西線の北新地の隣駅ですから、新福島からだともう1分ちょっとですかね。そうですね。うん。それから、阪神の福島からも2分ぐらいで来れますね。それから中之島駅からでも、まあ、スキップしながらやったら 6分ぐらいで来れますね。京都からもね、そう、京阪から出町柳からね、あの吉村智樹が1本で来てくれるんですよ。本当、ありがたいことです。吉村さん、今日いたらよかったんですよね。そうですね、本当に、本当ベストなメンバーこの前、京都聖華大学で漫画教室の取材、あの連載いつも吉村さんが書いてもらってるんですけど、あ、そうですか、東山明子さんが、いらっしゃって、で取材した時に、完全に吉村さんのことを一般の人と間違えて面白い人がいるって言ったモデルに漫画を描いて、違いますよ、吉村智樹は吉村海坊主のリードボーカリストですからねよろしくお願いしますよ。ということで、はい、どうしてもこの福島の話をしてくれと、はい、カンペが出続けてるんで、ね、ずっと無視してたんですけど、今血の長いっていうことだけではダメなんですけどねもう魅力を語っていただかないとでも本当に結果論でいうと本当に魅力的なお店多いですね。うん、まあまあ西林さんが一番この辺りもう、まあ、詳しいですよね、無視みたいな、いやいやいや、でも大阪から詳しいですよね。そうですね、はい、500円で大戸屋さんで食べれるようなところがあったりとか、うん、まあ、松尾さんも関西ローカルで書かれてましたけど、うん、やはりその一般の人の生活をと飲食があるので、大手がまだなかなか進出していない、うん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 、ですから、なんていうんですかね、実験的にその個人で何かやってみようかなっていう人ができる土壌がまだあるっていうところが、ちょっと違う雰囲気。昔20世紀に例えばニューヨークでね、うんうん、双方でそのアーティストが、うんうん、こう、流行った時期があったじゃないですか、うん、あれもやっぱりその暗い倉庫街だけど、うん、まあ、安く借りれて、うん、そこから花開いていったみたいな、ある程度広さが欲しい、ね、アーティストが作業する場所が欲しいっていうね、うん、それで発展してね、でそうするとそういうアーティストが集まったから、そのトライベッカみたいなところがまたおしゃれな場所としてセレブリティなんかが集まるようになって高級になってたりっていうことも、それがいいか悪いか別として、はい、でも福島のこの界隈もやっぱりその例えば大きい倉庫街ではないけども、小さな例えば長屋みたいな、あるいは町屋みたいなところをちょっと小規模に改造することで、ご自身の趣味に合った空間にすることができる。どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。どうぞどうぞどうぞ。カウンター開いてます。カウンター開いてますよ。どうぞどうぞ。あれ、勝手に振ってはる。どうぞどうぞ。ね、今見てる人も、はい、まだ席ありますから、カレーが食べたい人もぜひ。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。
こちらでよかったら。うるさくしてますけど、どうぞ。3人います。3人様大丈夫ですよ。はい、どうぞどうぞ。ちょっと喋ってるの。あ、ここ、同級生。はい、来てます。あら、あ、お久しぶり。その説は。エンギャル。あ、エンギャル。はい、11 p.m. と。その時にお会いしてる。あら。おかわりなく。いやいやいや、20キロとってます。配信収集が目を真っ白黒させてますけどちょっとね、すいません、足元にマイクがね、これだけ当たらなければ大丈夫、当たらなければ大丈夫です、まあ、当たってもボソっていうぐらいだとこれライブの放送なんですね、ライブです、今ライブ流れてますから朝だったので、はい、見ようと思ったら世界中どっかでも見れますから、ね、見ようと思ったらですよね見ようと思ってくれる人がどれだけいるでしょうか、アルゼンチンだろうが、はい、ウクライナだろうがどこでも、シリアでも、シリアでも、ピョンヤンはどうでしょう、多分こっそり見てるんじゃないですか、あ、偉い人ね、偉い人ね、あ、こんな感じの人を見てくださってるかもしれないそうですね、ファンが行きたいなっていう、僕なんか昔あの男子賞にたまにあのなんか帝国ホテルとかの発表で一緒にテーブルになったりとかの、はい、大体必ず 100% 北朝鮮のネタやってられました、あ、そうですね、まずあの出てきて、ね、あの慢性から始まることが多かったんですね、あ、まあその時 の, あの男子賞のマイブームだったんだと思うんですけど、福島で話を戻します、ぜひともその方がいいかと思います、と言いましたねあれでも例えばあのラーメンの、ね、サンクさんとかはいきなりうどん屋を始め、はい、最近カレー屋を始め、ね、なんか自由ですよね、自由ですね、しかもこだわり方が半端じゃないですよね、あとあのこの辺 の, あの例えばお寿司屋さんとか、うん、あと何ですかね、まあ、イタリア料理屋さんとかね、あと立ち飲みのワインバーとかね、そういうところのやっぱりこの個人の好みみたいなものをものすごくお客さん、別にあのマーケティングリサーチなんか必要ないと、自分がこうやってやるからそちらから来てくださいよっていうね感じの、うん、でまたそれを分かった上で来られてるからお店の中がちゃんと綺麗に調和されているようなところが多いですよね、この間西林さんまあそのよく行くんですけど川内鴨の、あ、藤野さんって言って、河内鴨、河内鴨、これ、もう、お蕎麦屋さんなんですけど、口に入れて笑ってしまいます、お蕎麦を打ちたいから蕎麦屋を始めるじゃないですか、河内鴨を出したいがために、一番ふさわしいのは蕎麦屋というので始めはったそうです、鴨ありきで、鴨ありきところが、もちろん蕎麦はついでじゃないんですよ、だからすごく、ね、うん、質のいいお蕎麦をお出しなんですよ、うん、やっぱ鴨南蛮とかですか、鴨南蛮もありますね、絶品です、鴨汁もあります、刺身から入ってますからね、はい、あ、鴨の刺身、刺身あるんです、あんまり、あんまり、やらっぽい、お、香りがいい、なんということしてくれたんですか食べたい、もう癖になってしまうんですよ、もう河内鴨っていうのは、作ってる農家さんってほんま、語ってもいないですね、そんな状態なんですか、世の中こう、河内鴨の店って、あまたございましょう、ですから本当のカワチガムじゃない、そうなんです、カワチガムはフェラガモよりも貴重なんです、貴重価値で言えばね、フィリツにあるそうです、セルバトルフェラガモよりもフルネームで言われたらちょっと腹貴重です ね, ね貴重です、カワチガモ、いや、あのカモはすごい脂乗るじゃないですか、ね、やっぱいいですよね、あのスポツイとかに出るとね、そうですよ、あれもうやめられませんよあれ、僕きっと血圧が高くなっても飲み続けると思うあのパン屋さんの前はちょっと広い道ですけど、やや広ですね、ややですけど一方通行ですけど、2号線のね、はい、上昇橋西から入ったところですけどね、トヨタとかが入ってるんです、トヨタの向かいに入ったところですね、トヨタの向かいですよあの横に錠前屋さんがありますからね、鍵屋さんが花火じゃないですよ、はい、なんかこう不思議な放射線でもない、でここはまだ広いんですけど、細い道が斜めにこの辺りはね、入ってね、ちょっと住宅街で、うん、もっと向かいの方に行くと工場街になって、うん、やっぱりその終戦、戦争中は工場街は空襲になったらしいんですよね、うん、あ、武器作ったりするかもわからない、2号線から北側に行くと結構整備されてて、道があの、まあ、スクエアに
なってるんですけど、うん、こちらは住宅街で空襲を免れたみたいですね。それで昔ですからこう入り組んだよ。斜めのところ多いですね。あと軍屋組の場所で細い路地がね、結構あって、うん、これ長めの突っ張りぼっこってこいかないろいろかけようかなって思うようなところが多いですね。長屋とかあれですよね、宣伝があれなんで。そうなんです。結構しっかりですからね、あの、まあ、この店長屋を改造して、うん、そのバーとかイタリアのされてる店がたくさんあるんですけど、うん、もう一回入って、いただいたら全部が全部、うん、もうスケルトンにしてたんですよ、ね。なぜかっていうと戦前の建物なので見た目は古いんですけど、うん、柱の太さがいっぱいなんですよ。針がね、針が、そうですね、もう立派。今あれをしようと思うと何もどれだけかかるかわからないと思うので、ずーっとこういう、うん、またそういう職人さんもいないからね、なんかね、うん、それはまあ見せるために皆さんスケルトンにしてるんで魅力的なんですよ、ですね、うん、だからその天井板を外して屋根の裏側まで見えるような状態にして、はい、ちょっとね、まあ、冷暖房効率悪くなるかもわかりませんけどね、そうやっておしゃれに見せてる店が結構ありますね。まあ今でもリノベーションもすごく若手の人とか、うん、もう自由ですよね。そうなんですよね。こうでなくてはならないっていう、そのなんて共通の概念みたいなものがなくて、それぞれの優先順位が違うっていうね。だからドラマがあって人生があって趣味があってというね。だからまあ歩いててフラッと入ってもおもろいとこ入っても、なんか変な発見がありますよね。ありますね。店の隣が必ずしも店じゃないじゃないですか。ないですね。住まいだったり、こうネジ工場だったりね。そうですね。コツコツ工場ありますからね。メガネ屋さんとかだったり。融資してくれる言うたらないですかめちゃくちゃうまい。うますぎますよ、ほんとに。金沢ですかいやいや、お前らもっと申し訳ない。これ、雑誌で言っていただいた、はい、これね、寿司ちょいかっぽ、はい、藤屋さん。藤屋さん。藤棚の藤に家と書いて、藤屋さんです。むちゃくちゃ頬張ってありますけど。これ、うまかった、ここ。で、またリーズナブルなお値段で、気取らない感じで、で、大将も気難しくなくて、あ、初めてのお寿司屋さんでも、こんな入りやすい店があったもんじゃろかって思うよね。ちょっと話重ねていきます。ちょっとタージン入ってますタージンさんこれ上で。あ、タージンも上でトークショーやってくれてましたね。上、もういろんな方ゲスト来てくれてるんですよ、ここ。ザコバ師匠とかね、南光師匠とかね。米田師匠。米田師匠、こんな人ら来てもらってええやろかみたいな。東京からね、例えば。段四郎師匠もね。段四郎師匠は、僕の、福武書店時代の同僚が今、弟子入りしてますから。スンシさんね、40いくつでしたっけ40いくつで、ね、会社員を辞めて家族もおるのに話し家になるって、まあ、僕は心の中で止めましたけどね男子の人はやっぱ面白いですよ、ね、面白いですね、味があって、今2ヶ月に1回ですかね、はい、やってくれて、息子さんの関係は、ちょっとやっぱりですね、とはいえですね、ね、パン屋さんってどんな店なの？まあもちろん東京の人は結構ね、ご存知だと思いますけども。下北沢でね。大阪にもし、まあもうかなり広まりましたが、とはいえ。まず僕がこれ、有権者に訴えてるんですよ。やっぱりカレーが大好きなんですね。で、自分の好きなカレーがいつでも食べられる状況にしておきたい。なんでかと言います。僕、子供の時からね、自分が好きやったカレー屋さんが突然なくなるんですよ。で、でも個人店やから、チェーン店やったら他の店行きゃいいじゃないですか。でも、個人店のカレー屋さんが好きで、そのカレーが食べられないって、子供の時に、小学校4、5年の時に、神戸カレーショップというところがあったんですよ。祖母の向かいに。そこは突然なくなって、まあ、近所に移転したに決まってると思って、子供ながらもう、探し回ったらどこかに移転してるやろと。祖母の向かい、神戸カレーショップ、はい、諦めきれんかったんですね。で、中学校の時から大学卒業するまでずっと食べ続けた西宮北口のサンボアっていうカレー屋があります。そこも学生のための店で250円でご飯いくらでもたくさん大盛りにしてくれて、で、そこで卵でこう薄焼き卵でくるんで、その上に小さなカツが乗ってて、で、辛いカレーのルーがかかってて、横に刻んだキャベツとかスライスしたキュウリが2枚乗ってて、でドレッシングがかかってて、このドレッシングの酸味と辛いカレーのルーが混ざってるところはまたこれ何とも言えないですけど、これの味が忘れられんと。で、まあ、そういう似た味はないかとか、そのお店がなくなったら今度レシピはどっかにないやろかとか、そんなことばっかり、もうとにかくカレー屋さんがなくなることが残念なんだ。だから
自分の食べたいカレーの味がいつでもここにあるっていうところ欲しくて、で下北沢で須田さんが昔、はい、スローコメディファクトリーという、スローコメディスローコメディスペース、そこはイベントスペースだったんですけど、僕もそこであの、まあ、朗読会やったり独演会やったりしてたんですが、そこを経営なさった時に隣のちょっと小さめのお店があったんです。それはね、古着屋さんだったんです。古着屋ですね。古着屋さんもうすぐ出ていくみたいですよって。そこをカレー屋にするって思い立ったんですよ。で、僕、店の中、自分でペンキ塗って。翌日に不動産屋さん行ったんですよ。カレー屋さん。問題勢いで。そうなんです。で、今ここで、あの、大阪のこのパン屋でカレーを作ってくれてる渡辺というものが、まあ、入っていろいろコーディネートしてレシピなんか一緒に考えてくれて全部こう軌道に乗せてくれたんです。それで出来上がったのが下北沢のカレー屋で、でまたその後25時あたりに飲んでる時に、そうそうそう、大阪でビル借りよった。あ、大阪って、僕の立ち回り先はほとんど大阪と東京なんでね、あ、大阪で食べたいカレーがいつでもあるっていう状況にしてほしい。よしやりましょうって、それでここを開くことになったんです。まあ、エゴなんですよ。なんか成り行き的な、はい、ね、お酒飲みながら。そうなんです。もうでもなんか、僕もね、パン屋さんのカレーなかったのがありますけど、はい、かなり方向がガッと言ってますよね。ガッと言ってますね。本当ごめんなさい。あの、マーケティングリサーチは成り立ってない。あの、どこの代理店も入ってない。最近こんな流行ってるから全然関係ないですよね。もうここ流行りとか関係ない。それの好きな感じでお願いします。なんか僕ちょうど何年か前、あの津田さんと津田大輔さんと知り合ったので、はい、津田さんが一生懸命探しているのをツイートされてるのを、ええ、今でも思い出します。あ、あるよね。あ、ちょうど行こうとしてて、はいはい、なかなか見つからないとかすごいツイートしてあって、津田さんも本当にありがたいですね。なんかあのよくね、まあ、見つけてくださいましてね。もうこっちから金髪探したら早かったよ。下北だろ、雑踏だから僕だったらパン屋っていうのは僕にとってはその津田さんのツイートが最初だったんですよ。ファーストコンタクトは。ありがとうございます。そうかと思って、まあ、たまたまあの時一緒にそのね、ツイートビデオやってなかったけど、あ、そうだよね、うん、それが今こうやって大阪で食べれるっていうのはもう素晴らしいですよね。ありがたいことですね。これ大阪と東京、うん、下北が多少、はい、メニューが違うんですか。あの、それはね、僕、例えば分かりやすいところで言うと、大阪はサラサラビーフカレーがあるんですが、美味しいですね。だからあの、関西で肉って言ったらビーフって僕は思ってますね。いや、まあ、そうそうですよ。ビーフカレーぜひ欲しいなというのでね、あの、ちょっと店長に無理を言って開発してもらったんです、うん、僕、ほとんどここに来て食べてるのはもう3回のうち2回はビーフカレー食べてますね。あれ、ほほ肉ですよね、贅沢。そうです、ほほ肉なんです。ほほ肉はやっぱり柔らかくなっても弾力性があって旨味が強いんでね、うん、だからね、ほほ肉をね、まあ、本当に店長には頭が下がってますね。あの仕込みを、はい、話をちょっと聞いてびっくりしました。え、どんな3日ぐらい食べて仕込みで3日、はい、でもまあ、あの柔らかくするのには本当に寝かしてやってたりするんですけどね。ただまあ、あのカレーは香りが命ってところがあって、あの調理自体に時間をかければいいっていうことでもないらしくて、あ、そのあたりでね、その一番いいラインを選んでもらってるんですけど、まあ、あの、ね、関西、関東でもう全然違いますからね。そうですね。もうお肉、今日お肉言うたら関西では牛肉です、はい、で僕も東京都合10年ぐらい住んでますけど、僕も言ったらもう豚ですから、ね、基本的に。そうなんですよね。だからあの豚の肉を使ったまんじゅうのことを肉まんっていうでしょ。そうです、そうです。つまり豚肉が肉の代表格なんですよね。そうです、そうです。大阪はあの、つまり東京から来たもので牛丼ってのありますけど、あれ多分関西の人たちは肉丼って言ったはずなんですよ。はい、はい、はい。そうだ、食の肉丼ですね。肉丼ですよね。でも牛丼って言葉は東京から来てるから、うん、牛ってわざわざ言わなあかんっていうか、ね、つまり肉といえば牛ではないから牛丼ってわざわざ言ってるわけですね。あれ、ビーフテキってやっぱ関西ですかね。ビーフテキはそうでしょうね、まあ、関西文化がメインじゃないでしょうか。あの渡辺さんが、あの渡辺さん食の、はい、あの渡辺さんが、あ、ここの店長のビーフカツをご存じなかったんですか。東京だからね。東京ですね。そう、でも僕はもうビーフカツもすごくあれですけど、東京人分からないかもしれない。分からない。とんかつでしょ。あの、僕は本当にそういうのがあるっていうので連れてきましたから。
うん、僕はもう本当にあの子供の時 の, あのノスタルジーとしては美活なんですよ。あのもうこんな個人的な話ではなんですけどね、子供の時にね、神戸のね、赤ちゃんいう洋食屋あるんですよね。赤ちゃん欲しい、そこにしょっちゅう連れてってもらってたんですよ。でも美活の味がもう僕の中に吸い込まれてるんですよ。でね、大学生になった頃にあの車を運転して2号線走ってたらね、大石のあたりにね、赤ちゃんっていう看板見つけたんでね、あーっと思って僕入ってビーフカツがあったんで頼んだら同じ味やったんですよ。僕食べた途端にボロボローって泣いて、何の気持ち悪い学生みたいな感じ見られて、そんなことありますよ。ビーフカツ食べて、はい、豪傑になってたんですね。はい、和装さん相当あれですよね、やっぱ神戸っていうことなのか、洋食サラブレッドですね。あー、もうなんかサラブレッドじゃないですか。神戸ってやっぱり洋食で、あと揚げ物ですよね。揚げ物、そうですね。チキンカツとかね。チキンカツね。グリル一定とかね。そうですね。もう本当にあの神戸洋食屋はなかなかアヒル歩きしてカレーを運んでる、まあ、完璧に今、多分、ね、レンズの前に頭が入ってる。完全に映ってますけどね。失われた時を求めてるんですね。そうですね。だからね、個人店が消えていくのがものすごく嫌で。ああ、うん。そう、でも味って記憶ですよね。そうですね。記憶ですね。で、味は記憶なんですけど、うん、共通の記憶として、うん、私会えないので体験するしかないです、本当は。ああ。だからほら、ワインの、うん、好きな人たちがね、うん、あの濡れた子犬のようなとか。あの藁の香りとか動物臭がどうとかブラックペパーの香りがとか言うじゃないですか。あれってやっぱりその味と香りっていうものは共有するのないから、似たものに置き換えて説明するしかない文化なんですよね。なるほど、神の雫的な。そういうことですよね。神の雫です。亀の雫もうまいですけどね。最初聞いた時に、なんで亀井静香飲まなあかんねんと思った。ごめんなさい、横道にそれるのが僕の不安定なところで。まあちょっとなんかあっという間に時間も経ってるんですけど、僕一人で喋ってもう、あと二人喋ってください。今あの食べてからカレーを出しまして、こちらも食べていただきますけど、なんか松尾さんのこだわりの、ここがこだわったんやでみたいな、この食べかけてるやつを見せながら。いや見せてよ。食べてないけど。え、何を食べてるんですか。カツカレー。カツカレー。あ、カツカレー。そちらは。ちょっと辛いでしょ。辛いけどね、美味しいね。あの名前は言えませんけどね、あの関西のね、結構な大御所の有名な方がね、それをしょっちゅう召し上がりに来てくださってます、ね。あ、僕が気に入っていただけたんやというね。美味しいですね。ありがとうございます。それ蝶ネクタイとかしてる人じゃないですか。いや、あの女性で。あ、女性か。蝶ネクタイ、蝶ネクタイして僕の似た体験の人もいますけど。ああ、ひげ生やした。ひげ生やした。でも本当にありがたいこと、うん、味どうですか。本当に美味しいです。カツ食べました。カツ、カツの流し、めちゃくちゃジューシーです。あ、ジューシー、ありがとうございます。これジュワーっときます。サラサラなので、なんでこう味が濃くしっかり、うん、あ、サラサラですよね。うまみで工夫をしている部分もありますが、やっぱりあの味でね、奥行きを感じるっていうのはね、コクと香りなんですね。そこでの工夫に余念のない、渡辺店長なんですね。ちょっと店長に来てるの今、一方で忙しいですね。今手が開けない感じですね。カメラしばらく大丈夫ですか。一瞬ダメ、あ、ダメだ、ね、もうね、ダメだ、もうテレショーなんですよ。国際指名手配なんでね。いや、もう手がちぎれるほど食って怒られましたね。そうなんです。でもあの店長、本当いつもね、はい、あのいろいろ話楽しいですよね。ひょうひょうとしてね、声がちょっと高いんですけどね。あれ、頭は反ってはるんでしょ。いや、あの反ったり抜けたりだと思います。すみません、ごめんなさい、お怒りはごもっ。まあ本当にね、こうやって僕らもあの一緒にページ作らせていただきましたけども、もう予定がいっぱいあると思います。今も上で笑い声が笑い声が、ね、多分開始さんがね、まあ、独演会終わった後で声が鳴ってる。近々でいくつかなんかあのご予定、もし覚えてられるやつがありましたら近々何を、もうそうやって見てもらって結構ですか。このほぼ毎日ぐらいやってるんですか。福島万博の2階のサバの湯温泉のイベント、はい、ちょっとね、半分ぐらいですか今のところね。
月半ぐらいまで、あの喫茶サバの湯という怪しい喫茶もたまにやってますしね、でね、そのなんかサービスなんですか、なんかね、へんてこな占いをしてる、へんてこいたわわ怒られるかもわからないけど、占い、僕は全然占いとか信じないですけど、なんかセラピーみたいな感じで、体に触れないマッサージ、あお金占いしてもらったんですよ、ええー、わしてもらったって言ったら、はい、単にそのモーニング食べてコーヒー飲んで帰るときに占い出ましたって言われた頼んでないのに一応聞いていこうと思って聞いたら、はい、あの奥さんが 100% 正しいですから奥さんの言うこと聞いてもらったそれだって誰に言うても9割が上がるって言われますよ、ね、あの帰りました明日がですね、明日がビバ宝塚、ビバ宝塚、もう宝塚歌劇の元トップスターがずらっと並んだようなイベントではないですよね、ではないですね、ずらっと並べないですね、並べないです、狭いです、狭いです、日本一の宝塚コレクターが語る宝塚歌劇の宝塚、新聞紹介されてますよね、あこれはそうですね、オスカル草場さん、作家、宝塚歌劇の宝塚で、明後日がですね、明後日が桜井雅人さんですね。桜井先生で。あ、桜井さんが。桜井さんが、まあ、トークセッションですね。うん、なんかアラビアンキーボードとなんか、アラビアンキーボードもやるとかって。アラビアンキーボード。はい。見てみたいな。で、28日がですね、桂相場のワンマイナス。おお。これ落語ですね。桂相場さん。はい。で、30日の月曜日は、はい、宮脇孝之さんの。奇跡すぎる花の世界っていうのは花イベント、花のイベントいろいろやりますね。で10月7日がここだけの話、猫ひろしの街で、おお、猫ひろし来るんですか、はい、あのカンボジア人のカンボジア人ね、うん、でマラソンで10月12日が男子郎師匠の6年前、男子郎師匠もう何回目になりますかね、ここだけで4回目ですからね、はい、で10月15日はですね、ヨーロッパ企画の看板を見ましたから来たり、あと16日は死んでられるんですか、田辺さん、この前、あの塚口さんさん劇場で一緒に家族愛外して語ったんですよ、あ、そうですか、ものすごい渡辺さん映画が詳しい、じゃあその話があるでしょうね、きっと ね、そう、はい、まあ、なんか気楽に来ていただいて、喋、っていただいて、で打ち上げ盛り上がって、あのでテレビとかでも喋れないことも喋るっていうような、来たことない人はなんか敷居が高かったりみたいな思ってる人もいると思うんですけど、どうなんですか、うん、気楽に入れるんですか、あの階段は急ですけど誰でも入れますからいや東野さんがね、すごいこと言ったはずですよ、もうあの敷居は低く、志は高くっていう、あ、まあ、そういうなんか、ね、イベントスペース、入場料も低くどれぐらいなんですか、低い方ですね、まあ、物によるんでしょうか、はい、おいくらぐらいみたいな、まあ1500円、2000円ぐらいで、そんなもんなんですか、はい、ワンドリンクついてる場合は8500円のそうじゃないですか、いや全然全然それ絶対ありえないですねありえないですそれはもう僕の会だけにしてるから言うてもね、まあ、大体3、40人ぐらいですからものすごくプレミアム席ですよね、そうですね、そうですね、だってここにいてますからね、こんな距離ですからねこんな距離で見上げてはるわけで、お客さんが、いや、むちゃくちゃ本当のライブだと思いますよね、もう前と全く動かないですね、お腹空いたらカレー取っていただいたらね、ありがとうございます、もう一個ではちょっと宣伝しなあかんと思ってるんですけど、はい、あの直マガという角川でメルマガをやってるんですよ、直マガ、ひらがなで直、カタカナでマガという、はい、直マガでやってまして、ちょくちょくマガマガしいという意味じゃないですよ誰も思わないですよ、ケイト物語的な角川で劇みたいな、うまい、あー、やったやった、加藤なんとかなんとかってそれであのサバヌーさんの直マガがあるんですよ、直マガで、あの直マガで本当にもう検索してもらったらすぐホームページ出ますので、はい、であれサバヌーさんの、ね、中身的に言うとちょっと、そうですね、あの、まあ、いろんな人が集まっていろんなことやってるってことで、うん、あのまあ、その中から生まれるコンテンツというんですね、で、サバヌーでなんか生まれてるプロジェクトとか、うん、そういうことも書いてるんですけど、松尾さんも登場されて、僕もあの一つ、はい、悩み相談のコーナーをね、普通の悩み相談じゃないんですか、じゃないですね、あの身近にいるちょっと困ったオカルトちゃんみたいなのに悩んでる人に答えるというオカルい悩み相談、あの私の師匠筋の中島ラモの、明るい悩み相談室のちょっと
もじるかパチるかしましてですね、おかるい味噌だね。結構高まりましたね。本当に松尾さんライフワークですよね、オカルトというか、そうですね、まあ、いや超自然現象というか、不思議現象が好きだから、偏愛してるんですけどね。でも、これ、ね、見てくださってる方も、その、春井オカルトにね、悩んでる方が、いや、本当ですよ。ぜひ、いましたらね、こちらまで。寝るんですか何も出ません。まあ、一応大体週1ぐらいで、更新をしておりますので、見ていただけると本当に面白い。豪華メンバーですね、その執筆とか、ショートさんとかもね。ショートさんとかもね、出られたりとか。黒川さん、缶詰博士。翔太さんって森川さんじゃないですか。春風亭の方ですね。わかりました。やっぱり缶詰はでかいですからね。缶詰はやっぱテーマです。でかいですね。めちゃくちゃ臭い缶詰ね。まあ、とにかく、購読していただいて、で、なんか、ああ、これなら自分も関われるなっていうのはネタが多分ちらほらあると思うので、そういうのを探しながら楽しんでいただくのもいいかなと思うんですね。そうですね。ただ、昔は、深夜アイドルとしてね、参加型？参加型ですよ。そう、インターラクティブです。今ね、こうやってスイーツについて語りたい人とか、歌謡曲について語りたい人とか、ね、座ってるかもしれませんから。そうですね、昭和歌謡について語り合わないかみたいなね。イネさんみたいな人、ね、いるかもしれません。もう大歓迎、ね、常に様の色開かれてます。開かれてますね。畑がさ、開かれてる。あ、すごい、もうこんな世界ですね。求めをさらば与えられるからね。畑をさらばやり返される。倍返しだ。出向だね。出向だね。なんで出向やねん、あれ。まあ、おかしいね。続編がね、はい、もう予定されてるんですね。そうでしょうね。続編は出たいな。本当にサバゾリでの、ね、体験であるとか、まあ、今日はこうやって関西オカ TV と一緒にやらせていただきましたけども、ある意味もうここで来て初めて体験できるというようなものをずっと展開されてます、うん、でもましてやカレーは、うん、いくら話を聞いても食べない限りはわからないと。でもカレーは繰り返しパンに食べて食べに来ると、なんか面白い人出会ってね、はい、なんかちょっと日常の中でパンダを楽しんでほしいなという気がします。ちょっと今気が付いたんですけど、ここに並んでる4人とも編集をしてるというね。あ、編集長をやってるでしょ、何冊かね、はいはい、雑誌をね、で、直漫が編集してますし、いろんな編集をやってます、はい、僕もあの東京新聞ホットウェブの無責任編集をやってますしね。で、編集長ですよ。本物の編集長。本物の見たさ、本物ですよ。もうエディトリアルバカ4人いいですね。エディトリアルバカいいですね。テレビバカに対抗してエディトリアホっていうのですか。エディトリアホ。バカに対してアホですね。返すぜ。全部お願いします。何をお願いします。まあ、本当にもう、時間も来ましたので、はい、話はつきませんが、またこういう形で関西ウォーカー、それからサバヌエさん、パンデさん、西林さん、どんどんこうから、ね、絡んでいって、さらに今客席に座ってる人も参加していくという形でやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。何か一言ありますか。あ、そうですね、まあ、消費税が上がる前にみんな、いろいろ楽しもうじゃありませんか。いいお言葉いただいたところで、まとめて終わりたいと思います。どうもありがとうございました。関西の情報しか